あ、2体いるでしょ。そうだね、1体しかそういえば撃ってないな。どれだろう。下にも、下の方にもありましたよね。下の方、ここにある。チェストあるじゃん。あれ、下にチェストあるよ、ここから見たら。あれ見えなかった。これ、あ、ディスクあった。あ、こんなところに。あー、危ねー、見逃すとこやった。出るとこありました、こんなとこ。あ、全然気づかんかった。あ、ドライトさんですね、ここ。そう、それ俺がそっから行って。危ない危ない危ない気づかなかった。あー、危ねーということで2枚目ゲット。はい、よっしゃ。危ない、ごめんなさい、これは俺の失敗だ確かドラトさん出たはずなのにと思って。そう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 。じゃあちょっと空、機嫌よく空飛ぼっか。え、どこに行くんですか。スフィンクスのとこ行こうかな。ちょっと上から行こう。私が飛べるかどうかわかんないですけど。飛べる飛べる、私下手なんですよそんなことないでしょう。飛んでるじゃん。落ちました。あら、死にましたあれ、あれ飛べね、あれ飛べね。あ、死んだ俺も。あれ、水に落ちた。あ、でもなんか今いるところが、地下が怪しい。いや、これネザーの入り口ですよ、これ。水？ネザーですよ、これ。水の中にはないでしょ、多分。あ、そっか、ここ一回来てるよね。そう、来てるとこです。ネザーはまだいいかな。多分あると思うんだけど。この前来ませんでした。行ったけど、ないっていうことはないと思うよ。いや、ないこともあると思いますよ。あるかなそういうのありましたよ。なんか、あー、1回だけあったかな、ネザーいないっていうのも。中国人はなかったし、北欧もなかったでしたっけ。北欧シーンはもう、いや、あったんじゃない。北欧神話ありましたっけ。あったあったあった。覚えてない。お化けの銅像のところですね。まあさっきのところはもういっか、見つけたし。そうですね。うん、こっからだと、これはどう。スフィンクス、スフィンクスも怪しいと思うんですけど、ここね、レバーがあるよね。あ、怪しいね。そうそう、ここにレバーがあって、で、あの、見てもらっていいですか、リナさん。レバーがあるんですよ、ここに。あ、ここにあるね。で、今下げて、あそこのランプが光ったんですよ。なんだ、こっちも、こっちもやってみてください。レバーありますよ。お、光った。あれ、お、光った光った。おお。で、どういうこと。どっかにあるんじゃない、もしかして。まだあと2つ探して。あれ、うん、これ乗るんじゃない、じゃなくって。え、どれどれ。それはまだじゃない、あと2つありますよってことなんでしょう、きっと。あ、やっぱりはしごがあるからあるよ、皆さん。これね、どうやって登るんだろう。いや、裏から登れるんじゃない、後ろから。うん、うん、そっから行ける。上から行かないと乗れないとかかもしんないけど、エリトロがあるから飛んでくださいってことかな。うん、どうだろう。あ、でもあったあったあった、普通にはしごがありました。お先行っちゃうよ。
私と思わないといけないって感じだね。さあどうだ、よし飛ぶない、あ、普通に行けた、こっから行けた、あ、行けたのか、こっから登れました。あ、はしごそのためにあったのか。でもこっから登れない。あ、あ、い、あ、行けた行けた、行けた、はしご、オッケー。じゃあレバー1個あったんでちょっとやりますよ。で3つあと1個あるかな。え、こ、ここもう1個ありますよ。あった、どこどこ、こっち、おお、ほんとだ。あ、おろ、おろします、うん、お願いします。自分の手の位置が見えてないから見えへん。やろっかんなら。はい、あ、出てました。はい、あったかな。でこれで行ってみましょう。これで、どうだろう、開いたのかな、開いてない。あ、ちょっとこれ押したらいいのかな、ボタンなら感圧棒を押して、お、あ、なんかあった、あ、下に落ちる、落ちる、お、あ、ここ、あ、怪しい、あったあったあった、チェスト、あ、もう間違いないかもね。皆さんここです、左です、左です、後ろです、後ろです、あれあれ。一番見てなかった、ここです。あ、これはそうかもしれない、ね、開けます。あ、あれ、え、ない、あれ、ダイヤモンドあるけど、ダイヤモンドの胸当てとかエンダーアイが、ここ階段ありますよ、階段、あーあー、ほんとだ、こっちに、ちょ、装備もらおう、ならダイヤモンド装備もらってきます。あ、でも上は帰る方じゃない、もしかして、いや逆逆、ゆうなさん、貫圧板があるけど、いやそれ、あ、出る方やね、出る方やからもう一個の方、あのこっち側にもあり、ありますよね、こっちの方、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、こっちちょっと微妙でした、ちょっと待って、あ、こっち微妙、でも向こうは帰る方でしたよね、多分、なんか外出ましたよ、外に出るのか、じゃあ違うか、じゃあこっちなのかな、あ、あー、ゾンビ、ゾンビだ、ゾンビだ、強そうなゾンビやったぜ、どうだこっちでも、え、明るくない、うん、溶岩の明るさだけで、え、でもあるんかな、あ、え、こっち明るいけど溶岩か、うん、溶岩の明るさなんだよね、何やったの、それだけがあるよっていうだけだったのか、せっかくの、せっかくのチャンスが、まさか、まさかこんなのだったとは。つるか、この下にあるってことはないですもんね。ないでしょうね、これ。ないね。ない。何にもないもんね。マジか。やられた。せっかくあったわと思ったら違かった。うん。マジでないとは。おかえり。残念。帰らなきゃ。うん、さあでも一応 2枚目はゲットしましたので、次は右上あたり行ってみますか。そうですね、まだちゃんと右上は行ってないはず、空白ですもんね、うん、空白があるんで行ってみましょう。おっと、ラクダだ、ラクダ乗れるんかな、ラマかな、ラマじゃないです、多分ラマをラクダにしたんじゃないですだよね、多分そんな感じする、ヒロクマカバにしたように、うん、この建物行きましたっけ、いや行ってなかったはず、これちょっと寄り道行ってみようか、せっかくやし、見てなかった、納得するけど、あーあー、待って、え、襲された。え、これ怪しくないです、怪しいぞ、怪しいぞ、あ、でもはしごはあるよ、ちゃんとこれね、上にもはしごがあるんですよね、おお、
上がってみる。こっちから行く？俺こっち先なんか道がある。チェストあるし。あ、でもこれなんだ。一応ね、上だけ見て下行きます。はい。でもなんかなさそうです。上は。こっちもないかな、一の剣とかだし。焼き鳥。え、焼き鳥？うん。なぜか焼き鳥。あ、あれば上がった。あ、怪しいかも。あ、開いた。開いた開いた開いた。どこ？さっき穴落ちてみて。穴落ちて。落ちましたよ。あ、じゃあこっち。こうレバー上がって。ほら、ここで下全部下ろしたら、先がありました。あ、ほんだら、そうかもね。これは、ありそう。ありそうですね。おー、あったぞー。お、ちょっと待って、これは待って、危ないよ。これは。これで違かったらびっくりだ。よし、じゃあ開けるよ。はい。違う。弓、あ、弓ってことはあそこあるやん。あそこだよ。これだよ。ま、ほら来た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 。これ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 、これやる、俺やる。おー、よっしゃ来た。正解。取れて。そういうこと。あ、楽だ楽だ。来い。いや、サボテンが怖い。ごめん、サボテンが怖いです。おお、ほんとだ。いや、ラクダ行ったらこれやられます。うん、もう落ちちゃったからいいや。これ渡らないといけないやつだね。そうやね。おい、痛い、やばい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 。これは怖いやつや。あ、奥にもある部屋が。あ、待って、行く行く。あー、危ねー。痛い目をしないといけない、いい、うん、ところやね。この奥にもある。来たよ。お、え、あ、今トラップがあった。うん、あったけど私そのまま来ちゃった。あ、これが落ちたんだ。ならじゃあこれをジャンプ。あー、